い、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はデモクラシー、続きをやっていきたいと思います。まあ、なんとかね、総裁選の2期目に突入したというところなんですけども、いくつか、まあ、大きな問題が起きているので、これらの対処をしつつ、とはいえね、あまりにも過酷な厳しい政策を行うと国民の心が離れてしまって、3戦目が厳しくなるので、バランスを見ながら頑張っていきたいと思います。じゃあまずレポートから確認していきましょう。四半期報告ですね。まあ、GDP は相変わらず厳しいよな。これね、健康な値は短足の対応をしたので、まあ少しマシになってくれるんじゃないかなという期待です。で、あと失業犯罪、このあたりもレッドゾーン突入ですね。貧困は、やや改善したという状況です。では細かい内容を見ていきます。大変貴重な芸術品の盗難ということで、専門的な泥棒の一味はナショナルポートレートギャラリーから最も有名な絵画の一つを盗んだということで、保守主義者の支持がマイナス 0.24 くらってますね。まあ、犯罪対策しっかりやらないといけないというのが、まあ一つここで示された形になると思います。債務危機、そうなんだよ、これ頭痛いよな。国債のレベルが深刻な財政問題を引き起こし始めました。国債が金利が高く押し上げてきたので、中間層にローンを支払う余裕がなくなりつつあるということですね。ちょっとやっぱり歳出を切り詰めて歳入を増やしていくっていうね、ウルトラCの内容をやっていかなきゃいけないですね。予算報告、信用格付け C ですね。これは相変わらずというところだと思います。世論調査、ちょっと待ってくれ、次の選挙で 11% か。かなり厳しい結果だな。安全保障。最後は内閣の国ですね。協力的だということなので、このままいきます。世論調査の結果、11%。これをちょっとなんとかしなきゃいけないね。じゃあ、まずは、今回の対応内容からですが、政治力が17しかないので、できることってかなり限られてるからね。まあ、この中で何をやるかだと思うんですが、ちょっとレッドマークがついてるもの確認していきますか。ホームレス対策厳しいな。ホームレス対策厳しいよ。まあ、公営住宅を増やして、失業手当を増やして、固定資産税を減らしてっていうことをやっていけばいいんでしょうけど、固定資産税減らすことをするとね、また財政悪化するし、失業手当、公営住宅拡充すると歳出増えて悪化するし、マイナスばっかりだな。企業の国外流出対策ですね。労働法や労働安全法、法人税を下げたりすれば、おそらくね、企業の国外流出を止められるんじゃないかなとは思います。他、続いて債務危機、これ来てんだよね。これなんとかしないとまずいよな。債務危機は本当にまずい。何かしないといけないね。またゼネストが起きてるんで、このゼネスト対策もしないといけないですよね。まあ労働法を改善するというのが一つ。労働組合寄りに、さらによるの。これでも、それをするにも、今の政治力17だと何もできないね。いやー、本当にきついなー。続いて、熟練不足。で、他は、やっぱ犯罪系多いよね。ストリートギャング。武装警察、警察力、監視カメラ、このあたりはだいぶ増強をかけたので、今後中長期的には改善してくれるんじゃないかなという期待は持っています。続いて、ゲット。これに関しても、やっぱストリートギャング減らして移民、人種的緊張。続いて、組織犯罪。まあこれもね、先ほどあった武装警察強化しているし、長期化も強化してます。ここで少し改善がね、中長期的に見られればいいなというふうな期待を持ってますね。続いてインターネット犯罪ですね。これも長期間アップグレードかけてるので、中長期的には改善してくれればいいかなと思います。アルコールの乱用か、これも警察力上げてるからね。続いて、短足ね。で、最後は、医師のストライキ。やっぱ労働法かな。労働法をちょっとうまくコントロールしていかなきゃいけないんですが、少なくとも次のターンまで待ちましょう。今できることないからね。
政治力をうまく貯めていかなきゃいけないんですが、今17しかないので、ここはターンを見送って政治力を増やしましょう。その中で労働法の改善を行っていきます。だは、防衛大臣が辞任。今の防衛大臣は河野太郎さんですよね。裕次郎、荻原さんが辞任か。やってくれるぜ。じゃあ誰を大臣に任命するんだって話だよな。防衛大臣、防衛大臣になりたい人をやっぱりならせてあげた方がいいよね。あとは我々の支持基盤に近いところの人を当てた方が結果的に。暗殺計画の失敗、怖いな。秘密情報のエージェントはあなたを高度に組織化された暗殺計画から救いました。ありがたや。これね、ロケハンの時には暗殺されてゲームオーバーになったことありますからね。気をつけましょう。予算報告、世論調査 6% しか支持率ないっても致命的だな。安全保障の状況、内閣候補、このあたりは変わりはないですね。ちょっとまずいよな。まずはゼネストを改善しないといけないね。じゃあゼネスト対策ということで労働法、これをちょっと変えますか。組合寄りに寄って、まずストライキをやめてもらいましょう。これでもう政治力を全部使い切ったので、もう何もできない。このまま次の選挙に入ったら完敗するな。で、大臣の任命しましょう。防衛大臣ね。ああ、その前に支持基盤を確認しようって話をしてたね。我々の支持基盤は、どうなんだろうな。公務員、農家、定年退職者、通勤者。まあ、このあたりからはそれなりに支持を集めているので、これらの人から支持を受けている大臣を入れた方がいいかな。さて、じゃあ防衛大臣になりたい人、手を挙げて。防衛大臣になりたい人はまずいないということが分かったね。防衛なりたいっていう人がいないな、本当に。防衛大臣、防衛大臣適任者なしとなれば、忠誠心が高く由美子田川さんにしましょう。さあ、これで時間を進めます。労働法をね、改善したことによってちょっとでもプラスに動いてくれればいいんですが、資本主義の陰謀、我々の情報網の一部は豊かな実業家が国家に転覆させるという潜在的な脅威になる計画を確認と言われてもな。用心すると言われても何をすればいいんだ。なかなか厳しいよな。続いて、大臣からのメッセージです。佐知美山さん、これ何大臣？産業大臣か。いやー、本当に厳しいな。ソフトウェア特許法ですね。確認します。知的財産法の形態の一つで、新しいタイプの翻訳ソフトやオンライン購入システムには新しい技術を中性するアルゴリズム、実現するアルゴリズムを企業が独占的に保有することができるようになります。大企業には人気がありますが、フリーが好まれるインターネットで活動している人や、それらの特許があまりにも一般的だと考える人たちには好まれません。ソフトウェア特許法はこれ拒絶しようよ。だってもうさ、翻訳ソフトだったりオンライン購入システムってもうかなり汎用化されてますよね。予算報告、世論調査は 10% まで回復したか。と言っても、回復したと言える範囲ではないけどね。困りましたね。政治力は20。さて、どうする。ゼネストがまだ終わらないの。いや、ゼネストさ、うまくしてくんないときついな。ゼネストが終わってくれないと本当に危ない。失業は失業、失業対策をすることによって、それこそ全体的な
改善を行いますか？賃金を上げる、下げる。いやー、本当に難しいな。どうする？失業率。これの改善ってすっごい重要だよね。何をどうすればいいかだな。農村開発資金、輸入関税。でも一番このダメージが出ちゃってるのが、最優先でやった方がいいもんな。産業の自動化とかって、これってどうなんだろう。マイナスに働く気するけど、産業自動化すると、失業率がね、上がっちゃうよね。いや、本当に難しいぞ。どうする？確認していきましょう。道路建設とかってプラスになるんじゃないかな。道路建設拡張して、必要対策を結果的に行うことができるんじゃないの。あとは、なんだろうな。失業手当を今入れることできないからな。金がないんでね。農業の補助金。これを上げた場合どうなる？失業が大きく改善する。だいぶ改善するな、これ。しかも今の支持基盤にもぴったり合ってる。コストはかかるけど、収入はゼロか。ちょっとトレードオフになるな。未実の補助金は？もうすでに最大ですね。道路にするか、農業の補助金を入れるか、農村開発資金に当てるか、ちょっと確認していきましょう。農村開発資金を当てた場合、収入は同じくゼロだよね。で、失業はそれなりに効果が出る。うん。じゃあ、道路は？道路も、割と効果は出るけど、失業に対して一番効果があるのは、どうなんでしょう。今見たところ農業の補助金が一番効果ありそうな感じがしましたけどね。ちょっとこれにしましょう。が、政治力が足りない。24必要か。これは次に伸ばすことができないほど急いでいるので。そしたら、農村開発資金に当てよう。これはいけるでしょう。最大にする。これで2しか残らない。これで本当に次の選挙勝てるのか。まずはゼネストストライキを終わらせたいからな。保守主義の陰謀。道徳十字軍。怪しいよな、もう名前がすでに。道徳十字軍と呼ばれる団体が勢力を増していることに気づいていますが、いや、知らなかった。どうやら彼らは伝統的価値観同盟と呼ばれる保守的価値観団体より、傾倒した成員で構成されており、彼らは不満げです。何に対して不満なのか、ちょっと確認しましょうか。私たちは彼らから政府打倒を試み、あなたへ特攻すらしかねない。マジか、自爆テロか。いや、危険だなぁ。道徳十字軍。メディアの反動。我が国で最も人気のある新聞の一つは、これまであなたの政策を批判する大きなキャンペーンを、マジですか。やめてよ。これらは、これらの新聞の読者全員のあなたの支持率に負の影響を及ぼすと。いや、今って新聞ってどこなんでしょうね。もう僕は今新聞撮ってないんですけど、実家では毎日を撮ってましたね。毎日新聞。続いて経済予測。これは問題なさそうですね。世論調査は 10% 横ばいです。うん。で、今ちょうど任期の半分が来て 10% の支持率か。かなりきついな。失業は下がりましたね。予定通りというか、まあ、行った政策が当たっているということかなとは思います。で、なんだっけ、道徳ほにゃららこにゃららみたいなの言ったよね。いや、ほんとそういう危険因子はさ、早々に取り除いておきたいよな。世論調査。農家はググッと上がったね。ここに来てね。ただ、それでも厳しい値であることに変わりはないか。本当に厳しい。厳しい。厳しい戦いになってるね。ゼネストをね、なんとか止めたいんだけどな。ゼネスト。低収入、労働法、貧困。
保守主義者にはまる、まあ、政策を入れていく必要があるんだな。そうなると中絶法とかこれ改善、いやもう要求に応じてになっちゃってるもんね。保守主義者、資本主義者も危ないか。いやちょっと本当にキリがないな。どうしようかな。ホームレス対策ももう繰り返しになるからね。おえどおえども、ストリートギャング対策は武装警察、これをドッキューンと入れる。組織犯罪もやって、有権者の支持が全く得られていない。マジか。武装警察に関してはそういうこと、全くだね。警察力強化、これも最大だもんね。監視カメラはこれももう最大だもんね。そうなると武装警察を上げたところで確かに犯罪は下がったりするんでしょうけど、市民の、まあ、評価が得られない内容を行って本当にいいのかっていう話だよな。失業対策も、もうこれ以上というのはあるけど、科学資金の提供マックスだったよね。マックスだよね。鉄道補助金。失業者をさらに下げていきたいんだよね、今ね。農村の開発資金はマックスに当てたから、農業の補助金はきっとまだ変わらず高いんだろうな。あ、農場の補助金増額しても10でいける。適用する。速攻で適用するよ。いや、まだ10残ってるでしょ？よし、これで失業対策をどんどんやっていこう。さて、次に行えること。公立学校公共保険サービス。公立学校公共保険サービス。なんかビビットにはまるようなイメージないけどな。道路建設は ?18 か。18か。失業対策をさらに行うのに、まあ、ソリッドに影響が出る、プラスの影響が出るものをやっぱり入れたいので、何かあるかな？貧困対策は？貧困対策。貧困対策やると金がないんだよな。金がな。貧困対策やるとゼネストが終わってくれる可能性があるっていうこと？年金はもう引き下げて引き上げることは不可能だから、タバコ税は。これマックスにしよう。75%。文句はないだろう。政治欲がない。OK だ。次のターンでタバコ税。入れられたら入れたいと思います。というところで、じゃあね、今回は労働法を入れて、あとはもう農業開発ですね。農村開発も行ったし、農業の資金提供も行ったし、これで、まあ、支持率 10% からの回復を願って、対応ね、やっていきたいと思います。ちょうど任期も半分来てますんで、そろそろ、支持率っていうものを見据えた政策に切り替えていく必要があるので、まあ、そこも見ながら考えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。